内山ゆりなと辰澤桃子のかっこたる新年ラジオシャープ1。さあ始まりました、内山ゆりなと辰澤桃子のかっこたる新年ラジオシャープ1。この番組は私内山ゆりなと辰澤桃子の対応力を磨くために、すべて自分たちで決めて一つの番組を作り上げていくことをコンセプトに、台本が台本ではないほぼ白紙の番組になります。イエーイイエーイイエーイって言っちゃいました、ね、はい、はい、今年初めましてだよね。初めまして、今年初めまして。言い方合ってるのかな。あ、私とねもこちゃんが、うん、今年会うのが初めて、初めてですね。ですと言っても今 何日なんですかね何日言っていいんですかこれ。あ、28日、収録日はね 28です、に撮っております。はい、ほぼ1ヶ月会ってなかったね。会ってなかったね。でも、うん、あの明けましておめでとうはお互いしたね。した LINE でね、うんすごい。でもフリートークだよ、おかちゃん、こっから。フリートーク？あ、雪降ってたね、今日。え、降ってたの？え、積もってるよ。え、積もってんの？え、積もってますよ。どこ？え、積もってる、普通に積もってる。え、ど、え、屋根とか。屋根？嘘、本当に？積もってる、積もってる。私、雨だったんだけど。え？出会ったの。そうなの？うん、なんかみんな結構、SNS とかで雪降ってるみたいな。そうなの？積もってるみたいな。知らない。外見たら積もってて、本当に。何時頃それ。いやもう何時だろう、昼、昼からずっと降ってると思う。あ、そうなんだ、うん、全然知らなかった。え、じゃあ初雪、そんなことない、そんなことあるのかな。え、わかんない、あんま外出ないからちょ、確かに確かに全然出ないね。でも積もってるの初めて見たかもしれない。あ、でも、え、私は見てないからあれだけど、うんうん、でも積もってるんだとしたら私も初めてになるかも。多分今外出たら積もってるんじゃない。本当に？え、積もってたもん、本当に。え、本当本当、嘘、本当本当この街が積もってるかはわからない私がね、ちなみにここ来た時は全然積もってなかった。嘘、雨が降ってた。あー、あ、でも雨に変わったのかな、うん、どうなんだろうそうなんだ。そうだよ、見たかったな雪。うん、うん、ちょっとストップかけらんないからね、この番組番組、この番組ストップかけらんないから大丈夫今のまま大丈夫ですかこれ大丈夫かな今のまははい、ということで、かっこたる新年ラジオ始まります。お便りの新年、わーわー、はい、皆様からいただいたお便りを読んでいくコーナーです。はい、早速ですが、はい、ご紹介していきます、はい、ラジオネームヘイズさんからいただきました。はい、ありがとうございま す。ゆりにゃん、もこちゃん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。はじめまして、こんばんは、改めてラジオスタートおめでとうございます。これからの配信楽しみにしていますね。さて、第0回で2年前ぐらいに同じユニットにいたことがあるとおっしゃっていましたね。自分のような新参のオタクもいると思うので教えていただけたら嬉しいです。それでは、のしということです。のしはい、はい、そうですね、うん、シャープ0を見てくださった方はちょっとこのお話を聞いたかもしれませんが、うん、私たちね、はい、2年前多分2年前ぐらいに、うん、あのグランシャリオというユニットを一緒にやっておりまして、うんうん、それがなんだろう、宇宙、うん、宇宙をコンセプトにしたなんかもうキャラクターありきのユニットだったんですけど、うん、大人の事情で大人のご事情で、はい、はい、亡くなりまして、亡くなっちゃってね、はい、何人いたっけ、7人ぐらいだよね。そうだよね、そう、グランシャリオという北斗七星の、うんうん、英語版だったかな、そうだ、コスモアイドル、宇宙アイドル、
の薄の設定だったよねそうだね、コスモアイドルとして活動しておりました。うんうん、なんかいろいろやったよね、そのイベントとかも生放送とかもやってた、やってたんだけど、なんかその中でなんかその星について勉強するコーナーみたいなのもあったりして、あったね、面白く、すごい覚えてるのが、うん、その現地にいたお客さんが、うん、そのコーナーになったらみんな座るのよ。あ、座った座ってたよね、座ってた。それがすっごい覚えてる私。確かになんかもう本当に教室みたいな感じで、ね、授業始まったみたいな。そうすごい面白かったそれが、うん、確かにあったね、それあったよね、うん、そんな感じかな、うん、こんな感じのユニットをやっておりました。やってました、うん、はい。まあ、でもその前ぐらいからね、レッスンとかも一緒にやってたりして、うん、1年ぐらいね、レッスン、そね、そうだね、一緒にやってて、そこからグランシャリオが始まってたから、もう、ね、結構3年ぐらい一緒に、3年すごいね、ぐらいですよね、3年だよ。え、だってさ、4年、あ、そうだ、だって18ぐらいの時に初めて、私18だったっけ。そうだよね、19の時にグランシャリオが始まったから、19で19に始まって、で今すぐ20になったんだ私。そうだよ、そうだ、そうだよ、ギリギリ10代でデビューとかなんか言ってた私。言ってた言ってたよそうだよ言ってた。もう4年ぐらい会ってから経ってるんだよ。すごい、そう考えるとなんか感慨深いよ ね、 ちょっと ね、 ね、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ではでは続いてのお便り読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームガグビーさん、ありがとうございます。ゆりにゃ、たつざわさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。ゼロ回放送を拝聴したのですが、メールが来ないと早々に打ち切られてしまうというのが話題に上がっていましたね。はい。お二人はどうやったらたくさんお便りが集まると思いますか？僕はちょっとしたノベルティのプレゼントがあると送ろうかなという気持ちになる人が増えると思います。だそうです。はい、ありがとうございます。ノベルティか、確かに、うん、確かになんかプレゼントがあったら送ろうってなりますよね。なるね、うん、え、何がいいのかな。でも王道っていうのだとステッカーとかそういうのだよね。こう私ともこちゃんのさ、こう自分たちのオリジナルのさ絵柄とかそういうのを描いたやつとか、あ、いい、ね、あと T シャツとか。そんな豪華にするのそんな豪華にするのそれ無理かあ、なんかもうすごいこの番組が大きくなったらのゆくゆくは T シャツ、まあ、確かに確かにね、とかグッズとかできるかもしれないからね。そうね、うんうん、あと何回読まれたらこれとか。あ、はい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 、え、そういうのもあるのか。そっかそっか、そういうのもありかなって。何回読まれてもこ大丈夫かな、それこっちでなんか調節できちゃうようなさいや、それはもういや一切そういうのなしでガチで選べばいいよ内容だけ見てねってことだよね。そう、名前隠してこれにしようって確かにやればいい。そっかそっか、確かになんかさ、うん、ちょっとしたなんか選ばれて、うんうん、あ、じゃあ今回の歌の中でこの人が一番いいかなみたいなやってる人もいるよ ね、 いいね、たまにね。確かにそういうのもあるのか、なんかベストお便りでしょう的なね、そうね、そうね、そういうのとかね、ステッカー送ったりとか、個人、いいね、個人的に好きだったなこのお便りみたいなのを送ったりできるかもしれない。いいですね、いいね、考えてみますかね、考えよう、ね、ステッカーですか希望は、もこちゃんの。あ、でもステッカーはいいと思う、なんかシールとか。あー、うんうん、確かに確かに、いろんなとこに貼ったりできる。冷蔵庫とか違うか違う、冷蔵庫とか貼れるよね。うんうん、あとバッグとか、バッグは貼れないか、バッグに貼るの。ちょっと待ってまだ冷蔵庫じゃないそれで。そう、え、なんだ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 、ステッカーもシールも一緒じゃないっていうカンペが。あれ、ステッカーとシールって一緒なんですか。一緒なんですか。貼れる、あ、でもどっちも貼れる。確かにどっちも貼れる。そっか、あ、そっか。じゃあなんか響きかっこいいからステッカーにしようね。ステッカーがいいね、ステッカー、よし、ステッカーに。じゃあステッカーという方法ではい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて、はい、ラジオネーム、うん、マッキーさん、マキさんからいただきました。ありがとうございます。内山さん、辰澤さん、こんばんは。こんばんは。先月から始まりましたかっこたる新年ラジオ。内山さんと辰澤さんの掛け合いは以前からお聞きしたかったのでとても嬉しいです。さて、正式名称がスタタ声優部ラジオ
内山ゆりなと辰田桃子の確固たる新年ラジオとなっていますが、なんと略して呼んだらいいでしょうか。カッコラジオ新ラ合わせてツイッターで感想を書くためにハッシュタグも教えていただけると幸いです。それでは今後のお二人のご活躍楽しみにしていますということです。ありがとうございます。でもハッシュタグは確かに決めたい。決めたいね、うん、ね、何がいいんだろう。何がいいかな。まず略せるかな、これ。確かに。なんだろう。かっこたる新年ラジオ。かっこたる新年。たる、たる、たる。なに、たるラジ、たるラジ、なに。たるラジ。これ、かっこがかっこいいところじゃないの、一応。なのに、たるラジなの。かっこラジ。かっこラジ、なんか、終わったラジオみたいな。過去のラジオみたいな。なんだろうな。かっこ、なんだろう。かっこ。かっこジオ。かっこジオって何？え？あー！何？語るラジオ。語る、あ、そういうこと？かすごい。かっこたる新年ラジオのかったるラジオ、うん、あ、え、かっこいい。なんか語ってるしね。ね、語ってるよ。声優っぽいね。いいね。え、ということで略し方は語るラジオ。語るラジオにしよう。語るラジオでハッシュタグも語るラジオでいいのかな。そうだね。語るがひらがな、ひらがな、ラジオがカタカナ、うん、がいいですよね。いいこれじゃなくてもいいよっていう。これじゃなくてもいいよ。これじゃなくてもいいよ。え、なんだろう。ハッシュタグか。難しいよね。難しいね。カタ語るラジオ。語るラジオ。なんだろうな。ハッシュタグ？でも短い方がいいのかな。あ、そうかも。そんなことないのかな。でもなんかハッシュタグが短い方が感想一文字長く書ける。そうだよね。やっぱそういうの気にしちゃうよね。140しかないからね、ツイッターね。うん、でも語るラジオ結構私好きだけどな。私も好き。じゃあいいじゃん。じゃあもう語るラジオにしよう。じゃあいいじゃん。はい、決定。はい、決定でーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ハッシュタグ、語るラジオ。うん。語るがひらがなで、うん、ラジオがカタカナで、はい、感想お待ちしてまーす。お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい。ではでは、続いて、お悩みが来てます。はい。ラジオネーム、のすけさん。はい、ありがとうございます。内山さん、辰澤さん、こんにちは。こんにちは。僕は夜中にお腹が空いてお菓子を食べてしまうことをやめたいです、うん、幸いなことに一度に多くの量をたくさん食べるわけではないので、うん、体に影響はないと思うのですが、どうすれば信念を持って熟睡することができるのでしょうかっていうお悩みです、うん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 、ありがとうございます。ありがとうございます。え、これは、うん、あれだよね、多分寝てる時にお腹空いたって起きちゃうってことだよね、うんうんうん、多分。そっか、お腹空いて起きちゃってついお菓子を食べてしまうから、熟睡すればお菓子を食べずに済む夜中にってことだよね。かな。なるほどね。どうすればいいんだろう。え、ちなみに熟睡する方、私はね、日による。日による日によるすごい疲れてる時だと、もう寝落ちから入っちゃうから。寝落ち寝落ちしてそのまま起きないみたいな、うんうん、感じになっちゃうかも。え、寝落ちって、え、ベッド以外とかでガクンってなっちゃう。いや、基本ね、ベッドの上でなんかポケーっとしたらいつの間にか寝てるみたいな。そんなことあるんだ。そう、何時に寝たか記憶がない時が結構あるかも、私寝落ちの経験ないから一回寝落ちしてみたいの。ないの？うん、ないの。どういうこと？え、ちゃんと寝ようって信念を持って寝てるなるほどね。え、じゃあすごいじゃん。そうなの。じゃあ熟睡する派なの？熟睡する派かもしれない。え、じゃあなんか寝る前に何してるかとか。え、何してる？何もしてない。ホットココア飲んでますとか。あ、でもあの、あったかい飲み物は飲むこと多いかも。あ、なんかそうなんだ。ココアとか。そっかそっか。やっぱいいのかな、そういうの。え、いいと思う。なんか牛乳って結構なんか安眠みたいな作用って言わない？わかんないけど。わかんない。めっちゃ間違えたかもしれないけどそういう話を聞いたことがある。なるほどね、うん、あ、じゃあこののすけさんもあったかい牛乳を飲んでそうだね、まあ、お腹もね、いっぱいになるかもしれないしね。そうだよ。タップタップになってタップタップにしてから寝れば熟睡できるかもしれない。なるほどね。確かに。でも寝るときって結構温度大事って聞いたことある。あ、そうなんだ。そうそうそう。あったかい方が寝れるのかな。
なんかそう人によってなんか適切な温度みたいなのがあって、睡眠の。そうなんだ。そうそう、なんかすごいなんかあった どうなのか分かんないけど、うんうん、多分温まった方がいいんでしょうね、きっと。じゃあ疲れて温まって寝れば熟睡できる、はい、牛乳飲んでね。そう、牛乳飲んで寝れば熟睡することができます。解決、はい、解決試してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、はい、はい、こちら、ラジオネームウルトラレアチーズケーキさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりにゃもこちゃん、こんばんは。こんばんは。お二人にこのラジオをやってほしい企画を思いついたのでメールを送ります。その企画は一問一答 Q&A です。おこのラジオも始まったばかりですし、はい、二人のことももっと知りたいと思っているはず、思っている人も多いはず。そこで一問一答形式の質問に答えながら、その回答についてお二人で話し合ってみるというのはいかがでしょうか。この企画でお二人のパーソナリティを知ることができたらなと思います、ということで。ありがとうございます。一問一答、うん、企画ですね。うんうん、これでも確かになんかそんなに私たちのこと知らない方も多分聞いてくださってるのかなと私は思っているから、うんうんうん、結構いいかもね。いいね。ね、なんかその何を聞きたいかを募集、ね、そうだね、して次やる、うんうん、確かにみたいな。じゃあその一問一答の質問を募集します。お、これはどこに送ればいいのか。企画かっこ企画新年、かっこ企画新年をタイトルにして。なるほど、それか一問一答。あー、わかりやすくね。なるほどなるほど、確かに、うんうん、他にも企画のもの来ちゃったりするかもしれないからね。確かにね。で一問一答にしよう。うん、一問一答、うん、で募集します。はいはい、カッコカッコ一問一答カッコ閉じるです。はいはい、カッコ一問一答の神殿はいでお願いします。お願いしますカッコ一問一答の神殿です。はいはい、で今募集してるのがかっこふつおたの新年と、はい、かっこ人生相談の新年、はい、でプラスかっこ一問一答の新年、はい、になります。はい、でタイトルをかっこ新年ふつおたかっこ新年お悩みかっこ新年一問一答、はい、にして、このメールアドレス、はい、seiyu.stardust@gmail.com seiyu.stardust@gmail.com でお待ちしてます。はい、今回もすごいたくさんのお便りが来てて、うん、本当にありがとうございます、ね、第あの0回で終わらなくてよかったね。よかったね、うん、あと3回ぐらいはいけるね。ね、あの量だったら皆さんのおかげで続きそうです、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもどんどんお待ちしているので、ぜひぜひあの今言った3つのコーナー、かっこふつおたの新年、かっこ人生相談の新年、かっこ一問一答の新年、うん、のコーナーのお便りお待ちしてます、はい、以上お便りの新年でした。声優道の新年、声優道の新年は私たち新人声優が声優に必要なものを学び習得し活かせるようにするというコーナーです。はい、こちらね、ここメールが届いておりまして、はい、お願いします。読ませていただきます、はい、ラジオネームミラインさんからいただきました。ありがとうございます。内山さん、辰澤さん、こんにちは。こんにちは。お二人にやってほしいことは即興セリフしりとりです。ほう、声優といえばやはりキャラになりきって セリフを言うだけでなく、アドリブにも瞬発力を持って対応していかなくてはならない場面も出てくるはず、うんうん、そこで自分で即興でセリフを考えてしりとりをやってほしいですとのことです。なるほど、なるほどえ、言ったセリフの語尾を取ってセリフでつなげるそうだね、いうことだよね、うん、ちなみにこちらルールなんですが、はい、2分間で、うん、10回できれば罰ゲームをしなくて済む。ということは1人5回
1人5個セリフを言えば OK、うんうん、ということですね、うんうんうん、2分間で5回ラリーすればいいってこと、うん、そうだね。なるほど。失敗したらまたなんか罰ゲームが待っていますので。やだやだ。やだ。ってか どっちからやるとか、あ、最初の文字とかって。確かに声優道のう？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 え、どっちからやるかも大事だね。そうだね。じゃんけんする。じゃんけんしようか。キャラも作らないといけないらしいです。はい、頑張ります。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。負けた。じゃあもこちゃんから。勝った方からじゃないの。う？うだよね。ちょっと待ってね。これってリアクションってありだよ。あ、あれありだよ。え、ありじゃないんですか。1回まで、あ、それ1人1回までってことですか。はい、はい、準備はよろしいでしょうか。緊張する、震えてきた。いきますよ、はい、よーい。嘘でしょ、あなたが浮気してただなんて。手を見てごらんよ、指輪ちゃんとしてるだろ。ろくでもない男ね。姉ちゃんに聞いてみろよ。よくわからないこと言ってるんじゃないわよ、クソ男。こ、点々ありですか。点々にしても OK。 5も OK ですか。どうですか。ごめんってば。あんた本当に浮気してただなんて信じられない。いや、ちょっと待ってくれよ。浮気なんて本当にしてないんだ。隣の家の人に聞いてごらん。あの、だから隣の人に聞いてごらんなさいよ。夜中に他の人のところ行ってるなんて浮気に決まってるじゃない。ちょっと待って。いい加減にしないか。勝手なことを言わないで。怒ってるのは私だぞ、バカ。母ちゃんに言うぞ。ゾンビになるわよこの変態。また一緒に。ちょっと、インドネシアに帰ってやる。ルーマニアに帰ってやるわよ、私だって。てちょっと、てって何？てって何？インドネシアの人だったの。ちょっと待ってインドネシアの夫婦だった。ちょっと待って。あ、どうだったんだろう。どうだったんだろう。ちょっと待って。一応10回はクリアしたらしいです。よかった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 。いや、もう途中でもこちゃんがいぜめしてきたのと。待って、いぜめしてるつもりなんてなかった。ごめんね。手も2回目。ごめんね。オチがない。オチがない。手って難しいな。そうだね。ちょっといぜめしたのは本当に途中いい3回ぐらい作り上げていかなきゃいけないのに。手も2回目なんだよ、実は。ごめんね。面白い。どうだったんだろう。どうだったんだろう。どうですか。あ、え、え、なんだろう。オチがないよ。オチがない、確かに。ずっと喧嘩してた。そうね。それでいいの。ってことは、もう1回ってことですか。もう一回やるか。じゃあ次はユリナから、うん、え、これ同じ。う、あ、何にする。あ、しりとりのりりりしりとりのりり。ちょっとね。ちょっとね、笑わせないで。ちょっと笑わせるつもりないの。りり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 り
オチを作る物語だそうです。オッケー。どう準備は？いいよ。頑張ろうな。いきますよ。よーい。リンゴ食べたいな。あそこにリンゴ乗ってるよ。よく見たらリンゴじゃなくてブドウだよ。よく見ても俺にはリンゴに見えるけど。ドーナツにしようかな。やっぱりリンゴじゃなくてドーナツでいいの？だったら一緒に作ろう。うん、作る。る？る？る？留守の間に作ろうか、お母さんが。ガッツポーズしちゃうんだから。はい、終わりました。はい、ということで、はい、はい、これはこれはこれは何、これはこれは何でしょうかね。え、罰ゲーム。罰ゲームは自分たちに任せます。任せます。任せられた。任せられたよ。心に聞いてって。心に聞いて。こう2回やりましたね、私たち。やりましたね。どちらもそんな落ち着いてないっていう。そうだね。うん、そうですね。そうですね。瞬発力はちょっと足りなかったかもしれない、ルのせいで。ごめんね、ルーやっちゃった。私もひどいしちゃったからな。まあこうお互いに悪いところがあったということで、はい、辰澤さん、はい、罰ゲームにしますか。はい、自分たちを、自分をいじめていく。まあ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 、でもこんだけ厳しくしないとね、うん、メンタルも鍛えていかないとね。そうそうだね。はい、ということで、罰ゲームの内容はですね、これを聞いて100人の人がチャンネル登録押したくなるようなキュンとするセリフ。苦手です。これは自分で考えるんですか？はい、キュンとさせればいいですよね。そう、チャンネル登録を押してくれるようにキュンとさせましょう。頑張ろう。はいはい、じゃんけんするか。これもじゃんけんしようか。最初はグーじゃんけんぽい。また負けたよ。もうなんでこんなにじゃんけんが弱いんだ。じゃあ私からか。どうぞ。待って、キュンとするセリフめっちゃ苦手なんだけど。大丈夫だよ、いけるいける。緊張してるじゃん。超緊張してるじゃん。よしよしよし、やります。で、別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。聞いてくれてありがとう。チャンネル登録してくれないと嫌なんだから。あーやだ。いや、ツンデレですね。はい。ツンデレですね。よくやった。ありがとう。よくやった。ちょっと待って、この後か。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。押したくなるようなんですもんね。そうだよな、そうだよな。はい、 OK です。すごい。じゃあいきます。今そこで見てるあなた、これからチャンネル登録ボタンを押してくれると私たちもっといっぱいラジオを投稿しちゃおうかななんて思ってます。他にもスタダ声優部の子たちがたくさん YouTube 頑張っちゃうかもしれないよ。ぜひ登録してね。よし。はい。すごい。どうしよう、巻き込んじゃった。いろんな人巻き込んだけどね。いろんな人巻き込んだ。ごめんなさい。いやでも、いやでもこれ聞いて多分チャンネル登録したくなった方も
そうだよ、いっぱいいると思う。そうだよ、なんか動くかもしれないからね、他の先輩でも後輩でも、ね、そうだそうだ。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上声優道の新年でした。内山ゆりなと辰澤桃子のかっこたる新年ラジオ。さて番組も終わりに近づいてきましたが、いかがでしたか。いや私たちね、うん、また2回目の罰ゲームということになってしまいましたけれども、ね、次こそね声優道の新年、うん、なんとかうまいこと決められたらいいなと、ね、罰ゲーム続きだとちょっとね、おいってなるから、ちょっとおいってなっちゃうからね、うん、じゃあ次回もっと頑張ろうということで、はい、はい、この番組はメールを募集しております。タイトル件名、メールの件名にですね、かっこ新年かっこ閉じるふつおた、うん、そしてかっこ新年かっこ閉じるお悩み、うん、そして、その他かっこ新年かっこ閉じる一問一答、うん、さっきのやつですね、うんうん、でそしてかっこ新年かっこ閉じるその他のメールを募集しております、はい、そしてさっきのかっこ新年かっこ閉じる声優道もお待ちしております、はい、メールアドレスは seiyu.starDUST@gmail.com ローマ字小文字で声優 .stardust@gmail.com となっております。はい、で次回の声優道なんですけど、エチュードをしてほしいっていうお便りが何通か来てたので、はい、そのエチュードのお題も募集してます、はい、これもかっこ新年の声優道に送っていただければ大丈夫ですので、そちらもお願いいたします、はい、お願いします。また次回も聞いてくださいね。バイバーイ。